こんばんは、ご飯です。今回は私の PC 周辺環境を見せたくないところまで隅々ご紹介していきたいと思います。まずはこれなしでは撮影配信ができないと言っても過言ではない照明です。7年前に雑な背景合成動画を作った時も、初めてプラモデルを作った時も、私を照らしてくれたのはニューアーでした。今回はそんなニューアーさんから最新の照明機器をご提供いただいたので、その性能を見せてもらいたいと思います。スマホにアプリを入れると手元で照明を調整できるのがとってもいいですね。ライティング次第で雰囲気が随分変わりますよね。あらかじめ様々なライティングシーンが登録してあるのが嬉しいです。海外ストリーマー風の背景にぼんやり色味がついている絵は、壁に向かって LED ライトを当てて作っています。色は気分で変わります。結構薄暗いでしょう。この機器の特に優秀なところは、正面にライトを設置しても眩しくないところです。フィルターがすごいみたいです。続いてディスプレイ、ゲーム配信や動画編集など2枚あると作業がはかどりますね。 Amazon のセールで買ったこちらのディスプレイは、角度の調整が細かくできること、画面が回転できることが気に入っています。ライブ配信のチャット欄表示などは縦の方が見やすいですよね。オーディオ機器はオーディオテクニカさんのものを愛用しています。デスクの周囲には LED テープを設置しています。リモコンを使って細かく調色することができます。これめちゃくちゃワクワクしませんか？私の大好きなガジェット本でもとても評価が高かった代物、 AirPods、 Apple Watch、 iPhone が同時に急速充電できるマグネット式充電ステーションです。出張もこれ一つ持っていけば OK です。しかも結構大きくて目立つので、忘れたりなくしたりしないんですよね。続いてエルガドストリームデックプラス、ゲーム実況者やガジェット系 YouTuber が愛してやまないやつです。私は最近購入したんですが、もっと早く出会いたかった。液晶のボタンに様々なショートカットやマクロを設定することができます。ワンタップで特定のソフトを起動したり、よく使うツールを登録して動画編集作業などを効率化することができます。自分好みのアイコンやコンソールを設定することができるのも嬉しいですね。ちなみにニューアーのプラグインを見つけたので、ダウンロードして設定、ワンタップで照明の設定ができるようにしてみました。ダイヤルを回して明るさの調整ができたら最高なんですが、こちらまだ対応してなかったので、今後のアップデートに期待ですね。そして最も目を背けたい場所、配線。デスクに取り付けられる配線収納は設置しているんですが、ぐっちゃぐちゃですね。おすすめの収納方法などあれば、ぜひコメントで教えてください。 PC はキャスター付きのメタルラックに置いています。移動できるので掃除がしやすいです。足元には SD カードなどの記録媒体、ゲームキャプチャ、よく使うケーブルなどを収納しています。一番下の段は、まあ、ちょっと使用用途不明な2軍のケーブルたちです。皆さんはスライム持ってますか？今年買ってよかったものベスト10には入るであろうお掃除用スライム。 PC のホコリをコロコロして取ったり、キーボードのホコリをこうメリメリと取ってくれます。ヤスリやニッパーについたプラモのカス、車のドリンクホルダーまで綺麗にしてくれます。せっかくなので、このスライムを使ってASMR 動画撮ってみましょう。いや、まずは絵作りからですよね。付属のデスクマウントでどこにでも取り付けられるのが本当に使い勝手がいいですね。360度回転するヘッドなので、角度調整も自由自在です。 LED 照明で雰囲気を出して、ということで新しくなった PC 周辺環境を紹介していきました。で、今回ご提供いただいた照明 GL1 Pro なんですが、 YouTuber や配信者の方だけでなく、リモート会議での顔出しビデオ通話が増えた方や、まあ、プラモデルのね撮影をする方など、照明があるだけでめちゃくちゃ映像や写真が映えるので、照明デビューの方にはぜひおすすめしたい商品ですね。
まあ今年も残すところ半分となりましたが、年内の目標はスマートホーム化で便利なお家にです。皆さんのおすすめガジェットなどありましたらぜひ教えてください。ということで最後までご視聴ありがとうございました。